どうも、ヌヌです。ライザのアトリエ、続きやってきます。よし、行くぞ。どうかな。ここは思い切りよく、ドカンと調合しちゃうべきだと思うんだけどな。お前にやった本をちゃんと読め。強大な力を放つ結晶体の取り扱いは慎重にと記してあっただろう。でもさ、その力を安定させるためには調合のタイミングを自分で制御して珍しくリラさんが優しく笑った。あ、違うんだよ、そういう笑い方もできるんだって意味だから。タオ、全然フォローになってねえぞ。だから悪気は、あ、そうだ、少し前からレントとリラさんで街道行ったり来たりしてるそうだけど、なんで？強引に話題を変えやがって。別に何でもねえよ。長旅の心得を実地で教わってるだけだ。長旅？どこかに出かける予定でもあるの？まあちょっとな。タオ、お前こそ最近やけにボースと仲良くしてるって聞いてるぞ。仲良くっていうか、島を動かす仕掛けがあるだろ、あれの分かりやすい手引き書を二人で作ってるんだ。なんでまたそんなことを？またいつ家の古書の読み方が分からなくなる事態が起きてもいいように、いろいろ備えておこうと思って。確か今アンペルさんとも昔の言葉を翻訳するための辞書を作ってるんだよね。うん、ちゃんとした解説って書くのが難しいんだ。文法とか普段は勘で読んでるところもあるから。うなりながら、ああでもないこうでもないと男二人で額を突き合わせているな。みんな忙しく動き回ってるんだね。そういうクラウディアもルベルトさんの仕事を手伝ってたじゃないか。村の会合で見かけたよ。まるで秘書みたいに横に立って聞かれたことにもテキパキ答えてさ、かっこよかったな。やめてよタオくん、お父さんの手伝いはしてるけど、まだ見習いってほどでもないんだから。クラウディアが最近ずっと一緒にいてくれるから親父さんも嬉しいんだろうな。声が弾んでるし。そうなんだ。でもそれはきっと私のことだけじゃなくて、私たち少し変わってきたね。こうして集まってはいるけど、それぞれやることができたっていうか、この先もっと変わっていくのかな。何クラウディア？ううん、何でも。そう？アンペルさん、タオ、また島の地下に調合のための観察に行くから付き合ってね。ライザ、私もうすぐ。どこに行くんだ？よし、行くぞ。この状態に持っていくためには何をどう作ったらいい？どうだライザー、お前ならそろそろレシピをひらめくと思うんだが。他力本願だな。アンペルさんも一緒に考えてよ。私よりずっとすごい錬金術師でしょ。いや、調合の理論を戦わせるのは楽しいが、実践の方はもうお前に任せて楽がしたい。ずるいな、もう。この調合が成し遂げられるならもう私たちがいなくても大丈夫だろう。何か言った？アンペルさん。いや、何も。でもなんとなくつかめてきた気がするんだよね。こういう力が溢れてくる材料を使えば。思いつくことがあるなら片っ端からやってみろ。うん、何はともあれまず実行だね。材料を集めて作ってみるよ。どこに行こうかな。よし、なるほど。
うしようかな。どこに、さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どこに入れようかな。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。おお、いい感じか。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。うお、いい感じかも。どれにしようかな。これ、さあどうだ。できた、バッチリ。ど、さあ何を入れ。うお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。どれにしようかな。これでいい。さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。できた。持ってるだけで力が伝わってくる感じ。これなら島の動力になるんじゃないかな。持って行ってみよう。どこに行くんだ。よし、できたよ。これなら動力に使えるんじゃない。おお、なるほど。確かにこいつは力を感じるな。見た目もここに使われているのと同じような感じではあるよね。じゃあ早速使ってみてよ。わかった。じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。どうかな。よくはないね。あまり変わらないみたいだ。一旦元に戻そう。え、そんな。僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。これだってひらめいた感じだったんだけど、また一から考え直しか。でも方向は間違ってないと思うんだよね。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。え、もういつ止まってもおかしくないくらい力が弱まってるのに。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。いいからやってくれ。あ、はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。それ以上は持たせられないよ。いいよ、よろしく。さあ来い。行くよ。あ、今までは燃え残りを探す感じだったけど、これなら炎のイメージが明確に見える。どうだライザ。見えた。弱り切った今じゃない。全開で動いてた昔を想像すればよかったんだよ。うまくいったってことでいいのかな。うん、待ってて、タオ、すぐに調合してくるから。おいおい、あまり焦るなよ。調合する材料が材料、道具が道具なんだ。分かってる。それじゃ行ってくるね。やれやれ、本当に分かってるのかね。こうして、どこに行くのかね。よし、い、シンクの奇跡。何作っちゃおうかな。どこにしよう。さ
さあ何を入れよう。いいものできそう。さあ何を。いい感じかも。さあ何を。いい感じかも。さあ何を入れそう。いいか。何を入れるのがいいかな。新しいものができちゃいそう。うまくいくかな。やった、できた。できた。私がイメージした通りのものが。前に作ったのとは全く違う。この溢れ出る力、間違いない。あの島の地下にもともとあったのはこれだ。今度こそ装置は昔の力を取り戻せる。どこに行こうかな。よし、アンペルさん、タオ、できたよ。今度こそ本物が。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。うん、錬金術ができない僕にもわかるよ。全く別物だって。うん、それじゃやってみよう。お前たちが今までやってきた全てがここにかかっているんだ。しくじるなよ。プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って。私たちのふるさと。動力が回復する。すごい勢いだ。数十年かろうじて装置を動かしてきた量をこの一瞬で超えた。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻す。よし、順調だ。島全体に力が行き渡っていくのがわかる。さあ仕上げだ。炭水化装置を動かすよ。地表への放水開始。どう？地上に行ってみないとわからないけど、うまくいったはず。行って自分の目で見てこい。二人とも自分たちの誇るべき成果ってやつを。うん、行こう。タオ、待ってよ。ライダー、見事だ。錬金術師ライザ・リン・シュタウト。どうなった？二人とも。自分の目で確かめてみろ。噴水塔から水が溢れてる。やったな、ライザ。うん、でも休んでる暇はないよ。まだやってない大事なことがあるからね。オーレン族に水を返しに行かなきゃ。どこに行こうかな。よし、行くぞ。
同じ場所にいた。あ、このまま1階に向かうのね。キロさんのところにたどり着けたかな。俺が鍛えてやったんだぜ、大丈夫だって。ここに来るまでにも戦いの後はなかっただろ。ん？ボースがって何の話？ああ、ボースが一人でキロさんのとこまで古式ヒグを持っていくって話。俺たちより先に出発してんだよ。は？ボースが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。で、そもそもタオ、古式ヒグはあんたが。いや、それが持ってないんだよね。カバンの中は空っぽだったり。何考えてんのよ。大事な古式ヒグを一人で持っていかせるなんて。そうだよ、フィルスタは統率をなくしてチリジリになったけど、まだ危ない場所なんだよ。やらせてやれよ。あの古式ヒグを自分一人で届けるってのがボースなりのけじめなんだ。だからって。遅かったな。ケロッとした顔しちゃって。もう何が遅かったなよ。ようこそ良き錬金術師ライザ、君を待ってた。うん、なんだか変な形になっちゃったけど、約束を果たしに来たよ。水源はこっちだ、ついてきてくれ。なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女ら王連族は一体何百年。これは水の流れる音。昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば統率を失ったフィルスタも去り、全てはゆっくりと元の姿を取り戻すだろう。でかい仕事をまた一つ終えたな。やったー、うん、すごいよライザ、何もかもがぴったりうまく収まったんだね。よかった、洪水みたいにドバって水が溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ、ここは飛び上がるところだろ。お前もだボス。おい、引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じたまんまを。この聖地の水みたいにやったーってね。そうだな、今くらいは。約束は果たされた。この込み上げるものがやったーという気持ち。最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。ここでは普段の常識は。ねえ。うん、ありがとう。すまないが。うん、ねえ、
どこに行くんだ？よし、行くぞ！さあ、すべての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところで、そのとあるものって何？私たちにもわかるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え、それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあ、お前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。僕もう力仕事はしたくないよ。よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。封印完了だ。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのは、クリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今更だけどいいのか？そのキロさんのこと。封印なんかしたらもう。彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。何百年でもな、森と聖地の本当の名も教えてくれた。いつかきっと異界へ行く方法を見つけて尋ねるさ。そうか。みんな、お疲れ様。これで本当に終わったね。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが、どうなるんだ？どうって、大して変わらないんじゃないかな。モリツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。ちょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。私たちの命をかけた大冒険って、その程度の結果しか出ないものだったんだね。それが、なんてことないものを守ったってことなんじゃないのか？かもしれないけどさ、せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから、私もうすぐ次の土地に行くの。え？クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボースから一緒にオートに留学しないかって誘われてて、受けようかと思ってる。みんながここから？ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、
どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか。お別れパーティーしないとね。ライザ、私、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。